人の心なんて読めると人間多少は歪んで育つ。兄貴は慎重で。はい、次の就職展示会がぜひ。デザイナーも来ますので。はい、よろしくお願いします。おはよう。おはよう。姉貴は見かけによらず臆病だ。そんで俺はちょびっとだけ意地悪。斉藤純、最初からなんとなくイラッときていじめたくなるタイプだった。婚約？三つまささんが？三つまささんが婚約？10年間片思いし続けた。中学生の時、しげ子と友達になって、妹の友達の純ちゃんにはなれたけど、これでもう。すごい、まだ兄貴のことを思ってる。そういえば和正くん、就職決まったんだって？うん、建築事務所。そっか、よかったね。よし、じゃあ半日絶食させてまだ吐くようだったら明日来てください。明日？休診だよね。あ、そっか。じゃあさ、純先生往診してよ。うち久しぶりでしょ？兄貴も喜ぶよ。え？やだ、何言ってんの。あ、間違えた。姉貴も喜ぶよ。このバカ弟。